肉の日は日本の記念日の一つ。2と9の頃合わせによるもので、毎月29日である。また、毎年2月9日も肉の日外し、お肉の日としての PR が行われている。毎月29日の肉の日は都道府県食肉消費者対策協議会によって制定された。全国食肉事業共同組合連合会は JA 全農とも連携し、 毎月29日を含む数日にわたり関係団体とともに関連店舗で肉の特別販売を実施している。さらに焼肉店、ステーキ店、レストラン等の肉料理を提供する飲食店やスーパーマーケット等の小売店でも安数字などのサービスが行われる。1988年、日米の貿易交渉で牛肉の輸入自由化が決定した際には、 それまでは、畜産振興事業団が、適正な値段及び表示での輸入牛肉普及のため、肉の日協力店に冷凍牛肉を割安で売り渡していたが、事業団による一元買い入れ及び売り渡しが廃止となり、協力店制度もなくすることとされたため、肉の日についても存続させるか否か検討されたことも、あった。毎年2月9日の、お肉の日は、毎月29日の、 肉の日よりも遅く、肉の年である平成29年に始まったもので、毎月29日の肉の日がない2月に、お肉の日キャンペーンで食肉の消費を喚起することがきとされている。なお、これに類似した29日に行われる食肉に関するキャンペーンとして、徳島県の四季ビア温泉では、4月29日を鹿肉の日として、自米料理の普及活動を、 日本食調協会では10月29日を国産鶏肉の日として国産経肉の安全性や味の PR をより良き宮崎牛作り対策協議会では11月29日をいい肉の日として宮崎牛の PR をまた沖縄県畜産振興校舎でも11月29日をうちのはいい肉の日として県内における 畜産業の認知度アップを行うなどの各種活動が見られる。ありがとうございます。